日本の歴史をよくわからないで育ってきた、こんな方だっていらっしゃるんじゃないんですか。少なくとも学校の授業を受けて愛国心が芽生えた、こんな方はほとんどいないんじゃないんでしょうか。参政党、政治に参加すると書いて参政党を思います。この愛国心を持ってこなかった子どもたちが大人になって、この大人たちの中から愛国心を持たない政治家たちが生まれてきているんです。この愛国心を持たない政治家たちが日本のために、この愛国心を持たない政治家たちが日本のために、国民のために、こんな大きい、こんな思いを持って働くわけがないんじゃないんでしょうか。だからもう日本人の給料30年間も上がっていないんです。最近給料は上がっていませんが、物価は上がっています。最近卵が高くないですか。ちょっと前まで150円ぐらいで買えたのに、もう300円超えてます。300円近くになっています。最近スーパーのレジに並んでお会計の時に、自分が予想していた金額よりも、あれ1000円か2000円高いな、こんな風に感じることが増えてきていませんか。スーパーに行けば食料品が値上がり、1リットル入っていた牛乳がいつの間にか900ミリリットルになり、薬局に行けばティッシュもトイレットペーパーも洗剤もシャンプーも値上がり、毎月毎月ポストに入ってくる電気代の請求書を見ると電気代の高さにびっくり、いろんなものが上がっていて、私たちが毎日使えるお金が減って我慢することが増えてきてませんか。おしゃれなための洋服を買うのを我慢、好きな化粧品を我慢、好きなブランドを我慢、欲しいシャンプーを我慢、旅行も我慢、外食も我慢、晩酌のためのビールを発泡酒に我慢してする、こんなことが増えてきてませんか。将来のための貯金ができない、老後のための貯金が思っていたような金額ができない、子供の学費のための貯金も目標の金額ができない、こんなことが増えてませんか。なのになんでこの状況で政治家は増税なんですか。なんで政治家は増税メガネなんていうあだ名がつくようなことばかりするんですか。なんで政治家は私たちがやってほしいことをやらずに、やってほしくないことばっかりするんですか。政治に参加すると書いて参政党、参政党を思います。政治家が日本のことを好きではない、政治家が日本を大切に思っていない、政治家が日本を大事にする気がない、だからです。参政党は教育を何とかしたいんです。教育を変えて子どもたちが日本のことを好きになる、日本を大切に思う、日本を大事にしようと考える、こんな風にできればやがてこの子どもたちの中から好きな日本を良くするために頑張ろう、こういう風に考える政治家も官僚も出てくるんです。同じように考える会社員も公務員も自営業者も経営者も農家の方も主婦の方も生まれてくるんです。そしてこういった方が一致団結して一丸となって好きな日本を良くしようって頑張れば、必ず日本は良くなります。参政党は政治に参加すると書いて参政党は本気で心底をそう信じています。政治に参加すると書いて参政党はこういう教育を実現できる政党です。
参政党はどこの経済団体からも全く資金を受け取らず、参政党はどこの宗教団体からも1円もお金を受け取らず、純粋に子供たちのこと、私たちのこと、日本のこと、将来のことだけを考えて活動できる政党です。参政党、もっともっと力をつけて子供たちの世代にいい日本を残してあげたい。ぜひあなたの力、参政党に貸してください。よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。